ライトニングステージ。話をしよう。あれは今から36万年、いや、10年ぐらい前の話だったか。勝負は一本勝負。先に梅田駅に到着した方の勝ちだ。匠、そんな車で大丈夫か？一番いいのを頼む。なんかどっかで見たような。それじゃカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴー。たくちゃんの電車バトル教室で何しよう。で、初っ端に言うことかよ。とりあえず電車の運転講座でいいんじゃねえの。しょうがねえな。よくわかる電車の運転。右のハンドル回すと止まる、左のハンドル回すと進む。あと信号とかはちゃんと守ろうね。どこまで終わっちゃったい。てへじゃねえだろ。じゃあ全国事業者用名鑑ってのは。それ面白そうだからボツな。俺にやらせろ。なんでボツなんだよ。人気絶頂高橋洋介。どうすのお前。アーバンライナーにゃ死んでも負けるか教室。原作ならともかくな、タゲムゴテじゃ勝てっこないよな。アーバン年電動車だし。ふざけんなよてめえ。俺にもやらせろ。名ハンと急須の戦法と栄光の歴史プラス中里武史恐怖運転法。顔怖え。俺も一言言いたいんだけどいいかな。近鉄さん LC カーのネーミング安直すぎやしませんか。教室ロング&クロスシートの略って本当。ダメダメそんなの。夏希ちゃんの前から後ろからプッシュブル大人の連結解放教室なんてどう。受けたい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 。授業料は月30万円ね。たくちゃんの電車バトル教室。こんにちは、全然似てませんが佐藤真子です。今回は電車バトルに参加するにはお送りします。本当に似てないな。当たり前ですが、まず運転士にならないと話になりません。公衆動力車操縦士とかいう国家資格が必要だそうです。そして全運転士のトップ 1% が高度戦技訓練課程へと進めます。電車版トップガンですね。やっぱりコードネームがあるんですか。栗組。笑ってくれ。どんな訓練が行われるんですか。まず電車バトル養成ギプスで基礎動作の訓練です。正しいマスコンブレーキ操作をしないと高圧電流が流れます。もちろん直流 1500V です。さらに厳しい訓練を積んでようやく電車バトルへの参加資格が得られるわけです。ピークエンド回数券梅田から230円。無意味に厳しい訓練ですね。修了者の中で3名が殺人許可証を持っています。ああ、おい中里。あ、なんで近鉄の乗務員がここにいるんだ。え、ああ、いや、スパイスと絡まれ。大阪を見しつめたのか、こら。こんな時だけ関西弁かい。では、今回はこの辺で。この借りは、電車バトルで耳そろえて返してやるぜ。たくちゃんの電車バトル教室、ついに明かされる伏線ドリフトの秘密。っていいのか、たくみ。書いてるやつも考えてないぞ。なーに、構いやしないさ。あれは夏の暑い日だった。俺は山で修行をしていた。そこでこれを拾ったてなことがあってね。なんだそりゃ、全然別の話になってるじゃないか。なんだと。男なら普通電車で9時間だ、こんちくしょう。何の話だ。接続悪いぞ、 JR 東海。それは違うぞ、藤原。電車で D。 線列車体がギンギラギンにさりげないぞ。すごいよ、匠さん。ブザイクマックス2。それは違うぞ、藤原。おお、高橋兄弟。男なら CC 台。やったぜ、兄貴。明日はカシオペアスイートだ。良い子の君たち、電車とホームの隙間に気をつけろ。
今回はちょっと趣向を変えてキャッチコピーを考えようと思うんだけど。今までもあるにはあったんだけど使う機会がなかったんですよね。やっぱこれで決まりだな。震えるぞチョッパ、燃え尽けるほどヒート、刻むぞコンプレッサーのビート、マルーンカラーのオーバードライブ。9割ぐらいの人何が何だかわからないと思います。じゃあアルミ車 VS 構成車。7001は構成車体なんすよ。はいはいはい、次夏木行きます。両卓強弱のロングシート。藤原、やらないか。うほ、いい車。いい車に弱い僕は誘われるままホイホイとホームに行っちゃったのだ。こんなバトル初めてだけどいいんです。僕、凌介さんみたいな人好きですか？引っ込めこのバカ。そういうのは青年 FC でやれ。彼は素晴らしいテクニシャンだった。やあみんな、キャッチコピーを考えてるんだって。お、たくみ、いいところへ。だったら僕に任せてくれ。キャピーンゲー、たくみさんモード。まあ大船に乗った気でいてくれたまえ。不安だ。山本、カッコ開いってなんじゃい。ナイスガッツ藤原。でもエースは譲れねえ。全然違うじゃん。いつき、お前がやらないなら俺がやるぜ。